日の公演には、山田一郎役の木村昴、山田二郎役の石谷春樹、山田三郎役の天崎明平、緑棺左箱役の浅沼慎太郎、ブス島メイソンリュウグイス役の観音慎一郎、イルマジュウサギ役の駒田光、雨村乱数役の白井祐介、夢の幻太郎役の斉藤相馬、有栖川美門治役の野津山幸宏、神宮寺錆雷役の早見翔、伊上前一文役の木島貴和、観音坂どっぽ役の伊藤健と、白に川木笹賀役の岩崎亮太、筒地新路翔役の川西健吾、天谷八つゼロ役の黒田隆也、払い空客役の葉山翔太、合物重要つ役の榊原祐希、天国獄役の竹内英二、中央区琴の葉島の東、片天をつすべ女役の小林優、風の工事一軸役の高橋智明、緑棺強姦役の山本希望、そしてゲストのドラゴンアシとスチャダラパーが出演した。ライブは爽快感のあるサウンドのフードスタープラスでスタート。前日に行われた初日公演とは異なる衣装をまとったディビジョンオールスターズが楽しげにパフォーマンスした。サーバイバルオブザイレストプラスでは彼らが華麗なキックを披露し、3曲目ハングアウトの後はチーム曲が続く展開に。全6ディビジョンが1曲ずつ歌唱したが、楽曲は全て初日公演とは異なるラインナップだった。大阪ディビジョン、どついたれ本舗はクリーピーナッツの提供曲、アー大阪ドリーミン、ナイト、渋谷ディビジョン、フリングポズはストーリー性のある歌詞が印象的な、ステラ、名古屋ディビジョン、バッドアステンプルはノリのいいリズムの、バッドアステンプルファンキーサウンドズを披露。さらに横浜ディビジョン、MAD トリガークルーはアダルトな魅力漂う、しのぎ、デッドプールズ、池袋ディビジョン、バスターブロス、ハーカペラ歌唱やボイスパーカッションなどスキルフルなパフォーマンスが際立つ。池袋ウエストゲームパーク、新宿ディビジョン、朝天狼はダークな新宿スタイル、チルダ笑わすなーで場内の熱気を高めた。2日目のゲストスチャダラパーはリラックス感のあるゲットアップ&ダンスで観客を自分たちの世界観に引き込む。ボーはスチャダラパーですと緩いテンションで挨拶をした後、ディビジョンオールスターズへの提供曲、サミットオブ DIVISIONS について、30年以上ラップやってるけど、お客さんからの評判が今までで一番良かったと嬉しそうに語る。さらに彼が、心のベスト10みたいな曲だと全置いてから、3人は人気曲、今夜はブギーバックをプレイしてオーディエンスを喜ばせた。ライブ中盤には再びチーム曲のパートが用意され、このパートではどついたれ本舗が先陣を切った。彼らは作曲とメロディーパートの作詞をトータス松本、ウルフルズ、ラップパートの作詞と制作を慎吾、西成、編曲と演奏をウルフルズが手掛けた笑い大阪、チルダダブルハットア大阪で観客を笑顔にさせ、場内をピースフルなムードで満たす。続くバッドアステンプルのパフォーマンスで会場の雰囲気は一転。14の切ないセリフとリリックで始まる海岸で、3人は凄みのあるラップを繰り出してオーディエンスを圧倒した。 MAD トリガークルーはハンティングチャームをセレクト。3人は物騒なワードが飛び交うリリックを荒々しく歌唱したり、殴りかかるようなパフォーマンスも行ったりして楽曲の世界観を表現した。続いてカメラが映し出したのはステージ袖の階段に座る一郎の姿。ステージに上がる一郎の背中を追いかけるような演出で配信やライブビューイングの視聴者を楽しませた。山田三兄弟はエモーショナルなサウンドに乗せて兄弟の成長や絆を感じさせるリリックを真摯に歌唱した。ポエトリーリーディング、ともしびでは新宿の街をバックに朝天狼が切々とリリックを紡ぐ。フリングポズ畑中、前職、僕のリリックの棒読みが作詞を、田中と見解よしが作曲を担当した、ブラックジャーニーをパフォーマンス。目まぐるしく展開が変わるユニークなトラックに乗せて、
3人は力強く歌いつないだ。バトル曲で6ディビジョンが火花を散らした後、トーナメント方式のバトル、2NDDRD のファイナルバトル曲、ショーダウンをプロデュースしたドラゴンアッシュがゲストで登場。ヒプノシスマイク、ディビジョンラップバトル、7トンエッジライブ、サミットオブ DIVISIONS のグッズで R T シャツを着用した KJ VO G は新曲ニューエラをパワフルに歌い上げた。続けてバスターブロス、朝天狼、フリングポズ、ドラゴンアッシュがショーダウンで熱量の高いアクトを繰り広げる。 MC では一郎役の木村が、池袋としては2回目のバトルでファイナルバトルに進めたことを兄弟3人とも、とっても嬉しく思っていますと喜び、サビ雷役の早見は、人を愛すること、愛されること、人を信じること、信じ続けること、その尊さを感じ続けながら3人で歌いましたと、ショーダウンのパフォーマンスを振り返る。乱数役の白井は、幻太郎役の斎藤と、帝治役の野津山の顔を一別してから、改めてこの二人と一緒にポズのメンバーとしてステージに立てて幸せだなと、永遠に語り継いでいけるような素晴らしいステージになったんじゃないかと思いますと語った。ラストナンバーはライブタイトルにも冠されているサミットオブ DIVISIONS。 パーティー感のあるサウンドやリリックが特徴のこの曲を、ディビジョンオールスターズが晴れやかな表情で歌唱してライブは大団円を迎えた。木村は客席を見渡し、皆さん声を出さずに我慢してくれていたと思いますが、楽屋でみんなで口を揃えて話していました。声聞こえてくるよねって。もちろん配信とライブビューイングの方の声も。みんなの声が僕らのエネルギーになりました。本当にありがとうございましたとファンへ感謝を伝え、これからも皆さんにもっともっとパワーを与えられるようなコンテンツを目指して、ヒプノシスマイクはまだまだ成長を続けたいと思いますと宣言した。最後におなじみの挨拶、ラップって楽しい。で、ヒプノシスマイク、ディビジョンラップバトル、7トンエッジライブ、サミットオブ DIVISIONS は締めくくられた。